けるいけるここから落としたのかお前上安っあっくっそういえばカワプロって言われてるぐらいだ誰がやってんの僕はスナイパーはいどうもテンション高いここはどこでしょうかテンション高いなはいここは長野県でーすやいやいやどうした山口いや嬉しすぎてなんか外の開放感が嬉しすぎてさきちゃんのねホームページ用の写真をちょっと僕が、はい持ってるカメラでやばばばば川口さんが撮ってくれんねんて撮らせていただきたいと思ってま す、ね、ます川口さんのイメージ的に自然の中に立ってる方がちょっと私らしいということでこれ合う自然に合う合ういけるいけるということで行ってみよう牛よ放牧されてますよね確実にうん放牧されてるねうんこ踏みそうやなうんこあるかもねうんこ言うたらあかんやろいや嬉しいなんかいいですねやっぱ自然はそうね匂いがいいですね確かに匂いはいいね、うん俺思ったんですよ、うん、スノーモンキーパークって書いてるじゃないですかスノーってことは雪降ってる時しか猿現れないんじゃないですか、まあ、そうかもね寒いからあれじゃないお風呂に入りに来るんじゃないそうっすよねあれ違う分かんないけどわかんないこれってそれスノーだよねえってか一緒に入るんでしょお風呂そういうとこじゃないのえだから今言ってそうだから冬しか猿が来るのは多分冬だけじゃないかとマジで俺の話聞いてる聞いてたし何を言ってんのここから落としたのかお前僕ねあそこがいいと思うんですよなんでかっていうとお父さんが座ってる本当いる座ってるから店前に座ってるからあそこ行こう猿だね猿はまだ猿の話してんの知ってる知ってるだって多分言ってるけど分かってない気がする座ってるよ本当よく見る仲がいいんだか悪いんだか湯気出てるよなんか温泉卵そう、さっき言った演出家の話はちゃんと聞きましょうみたいな支部、オン、セン、ドドン支部温泉に来た方ですね、あっちに駐車場中はパーキングがあるんですよそこの、パーキングのおじちゃんがとても親切なおじちゃんめちゃくちゃいい人よろしくお願いしますそば行きましょう、そばあ、そばです見つけちゃいましたこれなんかちょっとそそられません、うん、ミステリーゾーンちょあー、パンウーロン茶普通にジンジャーぐらいですねまたあった隣に見つけた110円いくんですねびっくりしたちょっと待ってちょっと待ってマジかよちょっと待ってまず遅い遅いし一緒やしちょっともう出てこうへん詐欺かと思ったよな、うんまあ、びっくりしたよねじゃあ見嬉しいから。見える。コラー。お願い。ここお蕎麦屋さんです。お蕎麦屋さん。セリアさんかな。ちょっと行ってみます。蕎麦です。これ冷やしといてやろ。帰るまで。ああいいですよいいですよ。このねハテナマークの自販機が気になっちゃって。信州サーモンでございます。信州名物。おいしい。おいしい。プリプリ。スイッチ入ってるわ。でも普通のサーモンと何が違うんやろ。はいどうぞあ、来たあ、来たあ、ゆっこ
待って、これで900円。安っ。熱いうちにもらいます。安っ。でっか。食うたら、食うたら絶対うんまっ。もう絶対それやろ。決まってる。間違いないな。あっくっ。トイレみたいな感じやんな、うん、宿に泊まってるのにこの券がついてるの確か。あ、ただで入れるわけじゃないね、うん、この辺の宿に泊まってる人。カズさん、もうお湯の話してるんです。あ、本当だ。閉めてあります。もうじゃあこの工芸品取ってっちゃうんですかね、猿は。射的あるで。射的やります。射的といえば川プロって言われてるぐらいだ。誰がやってん。お腹が限界を迎えてる感じですね。大丈夫？面積広い方がいいよ。ダサい。私賢っ。あ、やだ。最初の5発ぐらいでその、うん、なんとなく、あ、こういう感じかって掴んで後半戦狙うみたいな。わかった。私は上に行く傾向がある。ほら、そういうの掴んで。あ、当たったのにな。これでも違うのにも浮気せんで、あれ行った方がいい。うまい。よっしゃ、来た。1個落とした。カード1枚ゲット。くわっ、うわっ、くっそ。これ狙ってる猫。あ、あれ、うわっ、惜しい。あ、あ、カスタ。何、カスタな、カスタ。ということで最後の1個。これ絶対動画的に撮らなあかんやつ。わかってる。動画的に撮らなあかんやつ、これ。うん、取る。あ、あ、おー、行った。はい、行きました。狙い通り。おー、あー、お腹のお薬いるって。お母さんがあげるよ。旅行来てお薬もらうって初めて聞いてんけど。あれ、当たれへんなった。ほんで、どんな感じなんですか。今渋い感じやわ。薬もらいました。せいろがんもらいました。よかったね。あった。機嫌よく帰ってくださいよ。揺れないように静かに、ね、揺れてるもん。揺れるんですよね。揺れちゃダメだね。お母さんの今の一言が一番揺れた。あー、あー、あー、集中。ラスト、これは決める。5枚いっとく。行くで。あー、行った行った行った。さすが。なんで飛んねん目の前を。え。5枚ゲットです。イエーイ。僕はただ一つ心配なのは、はい、こうやった時にお腹に入る。確かに。行くで、はい、俺はスナイパーと呼ばれたゆえんを。大きく外れてる。でもいいとこまで行ったね。全く自分で把握できてないから。これ どこまで伸びていいんですか。足ついてれば大丈夫。足ついてればいいんですか。でもやっぱり距離近い方が落ちやすいよね。お母さん、でも この子今お腹に刺激与えたらダメなんですよ。あー、うまい。僕1番です。1番、はい。まだ変わってない。僕はスナイパー。落ちたら1個カードもらえる。カードとか大丈夫です。いやいや、景品取るゲームやから。よし、リーチがえらい長いな、お前。おいし、いろんな魚種じゃねえや、いろんなあれ。魚種。一番ちっちゃいやつ、あの、あいつ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 、あの辺、あの、ピーポーピーポーの横。あー、マジか。はいはい、すごっ。それ言ったら今度あのちっちゃいやつだろ。どういうのですか。もう指定され始めたからね。うわー、すごい、すごっ。はいはい、阿部くん。次、うまいわ。次どれですか。あら、黒いツバ行こうか。あー、うわー、すごいね。うわー、参った。すごっ、阿部さんや。阿部さんになった。多分ね、ちゃんと難しいのこれ、クマやと思うんですよ。あ、重たいね。あ、
わー、いった、すごっ。来ましたね。ちょっと、すごすぎんか。怪人打ちむずいな。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあなんで私も行く。お風呂行く。お食事処で紹介していただいた亀屋さん、ちょうど閉めるとかだったけど大丈夫ですよ。すいません、入らせていただくことになりました。入ってきます。ガッテン風呂あるみたいね。よし、ガッテン風呂。じゃあ飛んでください。せーの。飛んでください。せーの。これお風呂入る。